はい、皆さん、お疲れ様でした。やってまいりました。はい、皆さん、ちょっとやばい、やばい情報。58、爆上がりします。中段58、爆上がりします。まずですね、皆さん、もう、すごい、すごい情報を言う前に、まずどうぞ、夏の訪れ。どうぞ、皆さん、どうぞ、どうぞ、お花です。どうぞ、夏の訪れ。どうぞ、光直売加工しております。どうぞ。はい、金、スイートときております。どうぞ。増加なんで虫が来ません。どうぞ。はい、福岡大丸にですね、結構安くで売ってあります。どうぞ。はい、どうですか？どうですか、皆さん？どうですか？よろしいですか？はーい、ということでですね、やってまいりました、ロレックスチャンネル。はい、今日はですね、中段のことについてちょっとお話していこうかなと思うんですけれども、はい、皆さん、この58、まあ、中段の58なんですけれども、これまあ、ロレックスというところの、まあ、サブマリーナみたいな、サブマリーナみたいな感じの位置づけで、結構まあ、手に入らないレアモデルになっております。はい。この58、何がいいかというとですね、これまずやっぱ、青文字盤で青ベゼルなんですよ。で、これどういうことを意味するかというと、僕ちょっと前の動画でもずっと言ってたんですけれども、これ夏に映えます。はい。夏に映えるんですよ。これ色物の時計っていうのはロレックスも中段も夏上がるんですよ。そういう傾向があるんですよ。だからロレックスのヨットマスター2とかも大体夏になったら上がって、それ以下ちょっと下がるみたいな。そういう傾向があるんですよね。で、中段の58自体は、これ価格 .com の最安値のグラフのやつなんですけれども、まあその夏に大体50万いってますね、大体。で、僕、昨日ですか？昨日起きて、価格 .com のやつ毎朝チェックしてるんですけれども、大体、振り幅がないとゼロってなってるんですけれども、それがですね、なんと、皆さん、18,000円。18,000円プラスになってました。で、これ、いや、たった18,000円って皆さん思ってるかもしれないんですけれども、ずっとちょっとずつ上がってるんですよ。この58、実は。プラス5,000円の時もあれば、プラス7,000円の時もあればって。もちろん、マイナスの時もありますけれども、結果今上がってて、これが、正規店で42万ちょっとだったんですよね。確か、買った時が。42万ぐらいだったんですけど、今、価格 .com のやつでは、今この価値が48万ぐらいになってます。中古ですよ。48万ぐらいの、価値になっております。市場価格がですね。ということは、5万円から6万円は今アップしてると。で、今後ですね、チューダー絶対来るんで、もう確実に来るんですよ、このチューダーって。ロレックスが結局もう手に入らないってなってる今、もう結局みんなチューダーに来てて、チューダーってなかなか、手に入らないモデルもちろんあるんですけれども、まあ、買えば、まあ結構普通に手に入るんですよ。そういう中で、まあ、中段ですごいやっぱ時間も正確で、ほんとすごいですね、これ。本当になんて、1秒のズレもないっていうか、結構すごいです、本当に。前、ロレックスのエクスプローラー1をはめた時に、まあ、ちょっと、1分とか、やっぱズレがこう、来てたんですよね。まあ、時計によって当たり外れもある車と一緒かもしれないんですけど、まあ、中段のこの58自体は、まあ、当たりかもしれないんですけれども、1分とズレがないです。この58、見てください。ヴィンテージ感も、これもヴィンテージ感もあって、すごく僕大好きな時計ですね。なかなか飽きが来ない。うん。っていうような時計です。これはもう皆さん本当におすすめの、夏におすすめの時計になっております。これ色物とですね、合わせてもですね、皆さんも入るんで、ぜひ、中段58。中段には狙い的かなと思っております。で、僕の予想なんですけれども、夏だいたい5、60万、50万、52万ぐらいに上がってるんですよね、毎年。で、それ以下に下がってるんですけれども、僕、今年は中段下手したら、まあ夏、60行くんちゃうかって、思ってます。で、これ年々中段58、この58は下がってないんですよ。まあ他の、例えば、中段の他の時計とかって、まあ結構下がってるやつとかあるんですよ。だから正直その GMT とかもそうですよね。ペプシ、ロレックスというペプシ、中段の GMT とかは、もう最初だけはちょっとポンと上がったんですけど、もう今普通に下がってますし、普通に今正規店とか行くと、もう1ヶ月に1回ぐらい普通に見ます。普通に並んでるし、店頭に普通にショーケースに置いてあって、まあ3日4日、ひたすら1週間ずっとある時もありますね。土日挟んでも。っていうような GMT を買うぐらいだったら、絶対58今狙った方がいいです。この58に関しては、これ黒もあるんですけれども、青が絶対と思います。青を狙いときと思います。この中段58の青は確実に上がり続けてます。下がることが全くないです。今、割るってことが今のところこれないんで、まあ普通にもう割るどころかちょっとじわじわ来てるんで、これは僕ほんと動画でも前言ってたんですけど、絶対上がります。58、中段の58。もうこれ絶対上がります。もう確実に上がります。これ間違いないです。で、中段がこの58下げると僕思えないんですよ。ロレックスがデートナーを下げるってのと一緒で、多分チューダーとしてもこの58ってまあまあ顔なんですよ、チューダーの。まあまあチューダーの顔で、58って。で、これはもうその普通に絶対下げるところで僕絶対ないと思ってます。で、黒買うくらいだったら何度も言いますけど、これ青買った方がいいです。で、もう一個チューダーの、なんていうかな、ロイヤルの、40何ミリかなんかの、なんかオーデマピケに似てるような、なんですか、皆さん分かってると思うんですけど、あれじゃないですか。あれは、定価が25万とか4万とか、22、23万、まあ、そんぐらいで、今、その、中古価格が28万とかになってます。あれも、これと結構似てます、デザインは。この、普通に、ステンレスベゼルに、なんかこういう、オードマビギみたいな価格ってなった感じで青なんですよ。あれも、皆さん、買いです。あれも、ずっと上がってます。じわじわ。
で、まあ、やっぱラグスポっていうところで皆さん結構ラグスポってどうなのとか、まあ、一周ね、オーダーピケが終わったら一緒に落ちてくるんじゃないかって思う皆さんもいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、次世代の時計っていうところで、こう次世代のこう流れをこうニュースを見た時に、やっぱどうしてもこう近未来な時計っていうのもやっぱいいのかなと、うん、思います。オーダーピケとか結構近未来な感じするじゃないですか。ちょっとなんか凹凸が入ってみたいな、ちょっと丸じゃないみたいな。ああいうのはですね、僕下がり続けることもないと思うんですよね。僕的にだから中段だったら、中段カードだったら、もう58とかロイヤル。か、まあもちろん、まあこれ当たり前は王道ですけど、まあパンダですね。うん、白黒のやつ。文字盤白のやつですね。それはもう絶対僕買いだと思います。はい。っていうところですね、今日はですね、チューダーがちょっと上がってるという話を皆さんに、していきました。皆さんどう思いますか？ちょっとコメント欄にですね、チューダーの皆さん、ちょっと、ぜひコメントちょっと、書いてください。チューダーに今上がってる時計とか、チューダーの58の今後の値動きとか、いろいろ雑誌とか見てるんですけれども、この58に関しては悪いこと本当に一切書いてないんですよ。本当に書いてないんですよ。資産価値にしても、使ってる人のレビューにしても、この58で悪いこと書いてるっていう記事は、まあ見ないですね。まああったとしても、もう100人に多分3人とか4人とか、そのレベルかなと思っております。だ時代的に、所ジョージと世田谷ベースがちょっと来てるような感じでずっと来続けて、あれでずっと一定の需要を保ってるじゃないですか。あれと一緒で、やっぱりこのヴィンテージの車、ヴィンテージの時計、ヴィンテージもの、ヴィンテージ感のあるものっていうのは、こうやっぱ男、大人とやっぱ、なんですか、ロマンじゃないですけれども、永遠に僕需要があると思ってるんですよ。で、ロレックスにヴィンテージを演出するようなものってないじゃないですか。まあ、それこそ年代物の時計ロレックスとかだったら、まあもちろんいいと思うんですけれども、現行の方でやっぱヴィンテージをなんか演出させる、ヴィンテージ物のガラクタ、要するに車だったりファッション、ヴィンテージに合うような時計って、ロレックスってまあまあないと思うんですよ。もう時計ちょっと映えすぎちゃって、映えすぎちゃって、行きすぎちゃって、ちょっとヴィンテージ感演出するようなロレックスデザインがないのかなって印象です。今現行で出てるやつとか、今あるやつとかっていうの。っていうところで食べた時に、中だってそれあるんですよ。それがあるんですよ。やっぱりそれが一番のこう僕はメソッドやっぱメリットじゃないのかなと思っております。チューダー、このヴィンテージ感絶対来ますし、今後絶対チューダー値上がりします。確実に値上がりします。これ僕水面下の情報でちょっと実は本当にキャッチアップしてることなんで、皆さん本当に信用してください。僕はずっとこれ言ってますよ。去年から言ってますから。実際夏、もう夏、あと2ヶ月ぐらい夏突入しますけれども、もう上がってますからね。もうジェットコースターと一緒ですよ。落ちることのない上がり続けるジェットコースターですよ。皆さん、怖い思いしませんよ。楽しい思いはしないと思います。でも、怖い思いもしません。そんな時計、買っちゃいませんか皆さん。チューダー、やっぱいいですよ。いいですよ、本当に。この、やっぱね、これ本当にいいですよ。もう皆さん、本当に、これはですね、皆さん、ロレックスより、今後、面白くなる価値が、僕は出てくるんじゃないかなと。本当に、本気で思ってます。もうチューダーをバカにするロレックス教の人たちもいろいろあると思うんですけれども、兄弟ですからね。兄弟。だから、バカにしちゃダメですよ、本当に。本当にやっぱ、チューダーって、すごい今来てますよ。ロレックス、本当に、やってる人、いざでいいんですけど、チューダーの良さを語れないロレックスファンって、ダメですよ。本当に。僕から言わせたらっていうか、こう世間的に見ても、やっぱ、チューダーの良さを語れない、ただロレックスって言ってるやつって、やっぱ、なんて言うのかな。あ、これ、言っちゃっていいですから。なんて言うのかな。本当に、焼肉ウエストで満足しちゃってるっていう。それでなんかもう、焼肉語っちゃってるやつになります。本当に。だから、もっとね、この辺の時計も皆さん、この辺の時計もめちゃくちゃいいんで、しかも絶対来るんで、このヴィンテージ感、皆さん、やっちゃいましょう。次回、ロレックスの超絶闇を暴いちゃったんで、皆さん、次回、今週日曜日、動画、ぶち込むんで、皆さん、ぜひ、チャンネル登録、高評価、動画、よろしくお願いします。はい、皆さん、今日、動画ご視聴いただき、